春光院は、京都市右京区花園の臨在集大、元山明神寺の達中寺院で、大栗の北に位置する。豊臣秀吉に仕え、後、松江海府の祖となった、堀尾義春が、長子、堀尾金助を、小田原の戦いで失ったので、その土台を弔うため、天正18年に建立した寺である。当初の寺名は、金助の改名、伊豆岩瀬春全城門にちなんだ。 主には多いんである。堀家は、三代忠春が、大阪冬と夏の寺院で徳川側に味方して、甲を立て、藩内の地勢にも見るべきものがあったが、その忠春が、官営十年に病死し、着手がなかったため断絶した。その後、忠春の即女が、石川家についでいたことから、石川則りが、断落ちになり、官営十三年に、次号を、春光院と解消した。 近代日本を代表する前思想家の久松新一は、戦中、戦後の一時期を、春光院で過ごし、当時院で鈴木大説と、前や近代哲学について語り合った。春光院は、日本の前が、世界の前になるために、重要な役割を果たした場所の一つである。春光院は庭園に、 伊勢神宮の下空を祀っているため、商売繁盛の寺としても有名である。法上前提は、慶応三年に増援されたもので、サザレ石の庭と称し、伊勢亀山城主で、伊勢神宮崇拝者でもあった石川氏の思向をよく、表し、伊勢神宮を、かたどり、内宮の森、下空の社都市、天照大神家と、豊ゆ大神家をそれぞれ祀っている。この庭は、 庭中に、排斥を据えた、浸透式の枯山水である。北条西庭は、時輪の庭といい、創建当初に、堀尾義晴が、造園したもので、亀島あたりに、当時の面影を残している。また、高架五年、浦千家三代千宗丹で死守座の好みで作られた、茶室、木成県に、路地で通じている。北条は、 江戸中期以後の客殿建築様式の特色を完備した建造物である。北条襖ま絵は、金箔画で、軽仮の花がだけの筆、東の間、近畿小画図、室中、月と岩、西の間、花鳥、道場館、太工房の題材が描かれている。北条裏の大書院は、淀城の新城を移築したもので、丸木のままの投げしや天井にも桃山時代の建物、 らしさが見られる。前提には、全哲学者、鈴木大雪手植えのツ,ツジが、初夏に花を咲かせる。南蛮寺の道償。日本語と英語による座禅体験を行っているが、体験は、ようようやく南蛮寺の鐘や、花長図に、キリシタンのシンボルが、密かに描かれているという蚊のひさしだけによる金の、襖絵など、キリシタンゆかりの美術品を楽しむことができる。 その他、宿泊、同性婚を含む、物式結婚式、日本文化講座などを提供している。ありがとうございます。